こんにちは。本日紹介するのは、日本のグラドルで歌手の篠崎愛さん。1992年生まれ、東京都出身。中学3年生の時にグラビアアイドルとしてデビューしました。胸が大きくなり始めたのは小学生の頃だそう。写真で自分の胸を見ると、でか。って思う。なんか丸い。横にでかいし張ってる感じがする。と話しています。また、もう少し小さくても良いと思う。とも語っていました。グラドルとしては、愛くるしいロリ顔と87センチ G カップのバストで、女子中学生専門のグラビア雑誌の看板娘として人気を博します。2007年6月、週刊ヤングジャンプの読者投票型アイドルオーディション、セイコレグランプリ、で準グランプリを獲得します。また、ドラマ、24の瞳、で女優デビューを果たしています。篠崎愛さんはウエストのサイズが、実は交渉よりも11センチも太かったことがバレて、話題になりました。騒ぎの発端は日本のバラエティでの、グラドルの本当のウエストサイズを検証するコーナーで、ウエストが実際は71センチだったことが判明します。交渉の60センチから、豪快にも11センチもサバを読んでいたのは少しの驚きと多くの興奮を紳士たちにもたらしましたね。逆にファンの好感度は高まりました。デビュー当時は E カップで、セイコレグランプリ時代以降は F カップでしたが、現在は G カップだそうなので、ウエストを含めた豊満なボディがたまりませんね。好きな食べ物はスルメ。いちご味のポッキー。唐揚げ。たこ焼き。小籠包。餃子。カレーで。得意料理はクリームパスタだそう。好物が多くて一緒にご飯を食べてみたいものですね。趣味は歌うことで。一人カラオケもするそう。彩香さんの三日月を歌った際、歌声が似ていると言われていました。これからも篠崎愛さんが一層活躍されるよう見守っていきましょうね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、日本の素晴らしい文化や、女優、モデル、アイドルなどを紹介していきます。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。